もうググレンジャーには頼らない。ググっても解決しないことは俺が一人で解決してやる。怒りのサブエボがついに立ち上がる。サブエボの逆襲。海水に合う美味しいお酒を探せ。挑戦するのはもちろんこの男、ググレンジャーの敵モンロー。サブエボ、海水にお酒。海行った時にやっぱりお酒だけ持ってって割るものがなかったら大変じゃないですか。ちょっと海水で割って合う飲み物を探そうかなと思いまして、そうですね、カルーアが一番合うんじゃないかって思ってます。甘いからね。甘さとこの海水の甘じょっぱさ、これがうまいことこういくんじゃないかなって思ってます。まあ多少ありますね。微生物だらけなんでお腹壊すんじゃねえかなってあると思うんですけど、まあでもこのちゃんとねろ過するんでその辺は大丈夫だと思います。今回使用する海水はこちら。沈殿する不純物。今回使用する海水はサブエボ自ら採取を行った。そしてコーヒーフィルターを使用してのろ過。透明度が増し不純物は見当たらない。試飲開始。エントリーナンバー1、芳醇な香りが人々を楽しませる。カシス。今はね、カシスウーロンだのオレンジなどではありますが、カシス海水ですよ。聞いたことありますか、そんなの。ちょっとね、ちょっと怖いんでね、量少なくて。飲んでいいですか。こう入れるんですね。今までちょっと割ってね。あ、匂いはカシスですね。で早速いただきます。飲めなかった。これあかんな。めっちゃ戻しそうになった。まあちょっとカシスはなしですね。カシスはこれはねやめときましょう。エントリーナンバー2、みんな大好きプリン体ゼロ、ホッピー。これはちょっとね、普段はこれは通常ですと焼酎ですかね、焼酎とあるんですが、今回はちょっとね海水と海水に混ぜてちょっと飲んでいきますよ。これでもいいの見た目、シャンパンみたいで、ちょっと美味しそうだ。
飲めなかった。エントリーナンバー3、上品な甘さに酔いしれろ、カルーア。じゃあちょっと最後はこのカルーアミルクですね。これは甘いんでね、多分これが一番いいんじゃないかなって思ってます。でもね、あまりにも気持ち悪すぎて、この開かないっていう飲めなかった。というわけで結果3つともないと。あと回数は飲むなってことですね。というわけで以上です。